今年の年越しそばにぜひお試しください。なめこおろしそばをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず鍋にみりんを入れて一煮立ちさせます。材料 A の水、かつお節、醤油を加えてアクを除きながら4分から5分煮ます。火を止めて冷ましましょう。ざるでこしてめんつゆを作ります。大根はすりおろします。万能ネギは小口切りにします。なめこは下茹でします。水気を切っておきましょう。鍋にたっぷりの湯を沸かし、そばを茹でます。表示されている時間を参考に茹で上げましょう。ざるにあげて水気を切り、器に盛ります。温めためんつゆをそばに注ぎます。大根おろし、万能ネギ、なめこを添えます。かつお節と七味唐辛子を乗せれば出来上がりです。今年流行の食べるラー油をかけるのもおすすめです。ぜひお試しください。